まあ相場っていうか、まあ離婚系イニシエーターのいない状態での、まあ動き方っていうのがすごく、まあ、慣れてるというか、まあ練習をしたのかなっていうのがすごく見えましたね。そうそのです時ね。に、まあネオン、ジェットって、まあ勢いの制圧っていうのはすごくしやすい、まあ、まあ、あと、いろんな車線作りだったり、勢いのタイミングの、なんていうか、まあでもタイミング作りっていうのはすごく作りやすいキャラクターということもあって、リテイクの際、まあ、守り側であったり、リテイクの際であったり、まあ、まあ、一番初めに戦う場面、あとはまあ、攻めの時でも、サイトに入る際であったりっていうのが、すごい、いろんな動き方っていうのが見えましたね。ですそのいろんなね。対応が同じタイミングで、あのキャラクター入ってくると、対応難しいですからね。そうですよね。あのスピード感という感じが。ああ、ラッシュロ選手、さすがにバイスはなかったですね。そうですね。これはあれですね。マタイス選手とソブリン選手の政治と KO が違うだけですね。それ以外はお互い一緒の個性ですね。そうですね。基本的にはロールは変わらないですね。ソブリン選手のデュエリストがなくなって2センチネル構成。さあ、第2試合。あ、第2マップ。アイスボックスの予想を見ていきましょう。さあ、ディフェンダー側、ローズワークス。アタッカー側にチームエース。まあ、でもお互いよく見る構成というか、まあまあ、まあ、そうですね。お互い一つの、まあ、フリー枠って言ってもいいのかわからないですけど、全体的な、まあ、必須キャラというか、まあ、よくいるキャラの最後の1枠をどうするかっていうので、政治と KO に分かれた感じですね。さあ、ローズワークスは B を攻めますね。さあ、気づけるか。さあ、B サイトを詰めてきたところ、マタイス、ベニー、二人続いて、二人を落としていきました。さあ、カインもかなり削られて、神谷 JK、ベニーに落とされてしまいます。さあ、あっという間にチーム S、人数は二人。まあ、こうやっさあ、てお互い削ってというか、まあエース側も削ったのは削ったんですけど、キルまでつながらないっそうていうでのがすちね。ょっと痛いですね。さあ、4人体力削れているんですけれども、キルはなかったということで。ローズワークス、しっかりと4人で縦で、まあ、しゃがんだり横移動で、車線を、カバーのラインっていうのをしっかり組めたので、うまく3キル取り、もぎ取っていきましたね。さあ、スパイク保持者である体力の少ないカイン。さあ、で、こしのかロも、ングが。人数有利と、今の B のアクションっていうのを取って、A はこうやってジャンプをしてるだあけとで、30まあ、ローテ秒。アが分かるっていうのと、まあ、ミッドもしっかりと、すごそいうでエすリアね。広く取れてるので、あとは A サイト、もうしっかり設置とかのアクションをやってからのリテイクで十分ですからね。さあ、キルジョイのグレネードもあるので、さあ、時間が少ない。さあ、まずは1個グレネード。さあ、ショックダーツも入って、さあ、タラシロは CT 側まで詰めてきたところをベニーが抑えてきます。さあ、残る時間少ギなリギい。リです。さあ、後ろからクラ選手。さあ、パーフェクトラウンドでファーストラウンドを取っていったのはローズワークス。でももう B プッシュをして、まあ、そこに警戒が少しできていなかったっていうのが、もうローズワークとしては勝負を決定づける要因にはなってしまいましたそうね。ですね。ラウンドの取得。さあ、続いてローズワークス。広がった守り。そうですね。もうプッシュ警戒も合わせて、まあ、全体的なマップのコントロールをするために B に先に、
バイパのカーテン置きましたね。そうですね。さあ、チーム S は5人固まって A サイト攻め。さあ、ミッドにはタレットを置いて。さあ、クラー1人持って行って。さあ、上の対応もありますが、そこを見ていたローズ。ロゼリア。さあ、マタイスと続いてきましたが、タラシロクラシックで2人抜いていき、そのカバにはロゼリア。さあ、残る1人の、さあ、ベニも体力が、さあ、神味系ですね。さあ、最後、ロゼリアのトリプルキルで、セカンドラウンドを取っていたのは、ローズワックス。さあ、削られたのは、マタイス選手と、クラ選手のみ。そうですね、まあ、タラシオ先生もよくあそこ2人カバーライン2人とも倒したっていうような感じだったんですけども、もうすでにもうロゼルヤ選手はサイトにずっと残っていたので、そうですね。別の車線から通してちょっとキル取っていきましたね。さあ、これ、ロゼリア選手のアウトローなんですが、チームエースハーフアーマーいないので、削ることはできますが、ただ頭はどちらにしろ頭は一発なので、しかも一発当てただけでもすごく体力そうがで下がっすてしまうのね。で、政治のヒール使っても 60HP60 までしか戻らないので、だいぶやっぱ脅威ではありますよね。そうですね。さあ、チームエースは、イエロー側まで取れましたが、そこから入っていきたいですが、ローズワークス3、4人 B サイトに固まっている。さあ、壁少しミスったか。まあ、ただこうやって今ミッド抜けの監視っていうのを警戒できているので、でしかもミッあっと、神谷 GK。さあ、箱上のロゼリア選手をまずは落として。でもあそこはあえてミッド取られてるっていうことを考えると A 警戒するので、で今だったらもしかしたら足音少しずつ聞こえているかもしれませんね。そうですね。そうそう、おそらく聞こえてますね。で、まあ、よく B のラック1人落とせたっていうこともあって、さあ、まあ、神谷今は GK、いいかヘなブと。ンのクラを落としてきました。さあ、人数状況4対3ですが、カイン選手かな？カイン選手の、さあ、ミッド、タラシロ選手できたところを、ワット選手が抑えてきます。さあ、ナイフで抑制状態、アビリティが使えない状況。さあ、真下の神谷 GK。マタイス選手。そして、フェイン選手も繋げていきますが、さあ、裏からはワット選手。さあ、ワンオツ。さあ、スパイクの設置位置的にもかなりきつい、ワット選手。さあ、残り時間も少ないところ、最後はフェイン選手。抑えていきました。まあ、でもローズワークス側はしっかりと、まあ、武器、多分1本か2本しかバンダルであったりっていうのは武器持っていったので、まあ、そう今です2人まで、ね。体力までしっかりと削れたので、金銭とか含めてみてもしっかりと損害を与えたいいラウンドになっまあ、たそうのでかすなというね。感じですね。さあ、チームエース、バンダル2本、シェリフ2本、ハーフアーマー、マーシャル1本。さあ、このバンダル2本がうまく どういう点になるのか。さあ、B サイト1人残るのはベニー。さあ、そしてミッ欲を消ドすにわ。はワット選手、その他は A サイトで3人。さあ、A サイトをラークしているのは神谷 GK。ここさあ、フギェイン。リギリラークは見えなかっ欲を消見すえわ。てなさそうですね。かな。ドローンで索敵をしたんですけれども、おそらく気づけていない。ただまあドローン使ったってことはもう少し前に圧があるかもしれないので下がったんですけど、足音聞きそうながらで前に進んでますね。すね。さあ、その間に B サイト設置までこぎつけたチーム S。さあ、神谷 GK、後ろを回って、お、気づいたか？また裏をしっかり見えそうてでいする。ね。ワット選手が気づいて、神谷 GK を落としていきました。さあ、ローズワークス5人でのリテイク開始。さあ、クラが、チョックダーツで1人落としていき、さあ、そこには、ソブリン選手返していきますが、
ロズ、そう、フェインがダブルキルで返していきましたが、最後はワット選手がフェイン選手を落としてリテイク成功。フェイン選手うまく隠れていったんですけど、そうですね、 1V4 は難しかった。かなりきつい状況となっていました。さあ第4ラウンドを取っていったのはローズワックス。でもワット選手よくあそこ警戒してましたよね。確かに、ね、そうですね、足を結構なラウンドを、うん、まあ、裏からというか、まあ、ラークを通すっていうのは警戒、まあ、見れていた、見ていた、うん、まあ、経験があるので警戒していたんでしょうけど、足音がわずかに聞こえたのかもしれないですけど、そうですね。さあローゼリア選手、箱上まで登って、これ気づいてないか、出ないですね。さあローゼリア選手うまく上がってきたところをソブリン選手スパイクダウン。さあまずは一人落とされたチームエース。さあそのまま人数はこれおそらく一人ですね。フェイン選手しか検知されていないでしょう。さあそこで離婚も来たので。さあ2人のところフェイン選手がクラ選手を落としていき、少し段差に乗って、うーん、 A の、まあ、A メインのベルトの方を確認しようとしたところ、そうですね、そちらから見えましたね。さあミッドではタラシロと押す、あーっとミニマップに出ましたね。さあそこを落としていたのはワット選手。さあチームローズワークス3人ミッドに固まって、さあ B サイト設置の音がしたところ、ベニーがサイトの中で耐える。さあまだスパイクの設置はできていないところ、さあそこベニーを落としたのは神谷 GK、 そこで安全に設置ができると。さあこれは箱下ですね。さあサイト中設置、ナイフも壊したの何人いるかサイト中。うーん、さあロゼリアが神谷 JK を落としてきました。さあワットもフェインの位置には気づきましたね。さあカインも体力が少ないながらも一人落としていきましたが、さあマタイスフェインを落としていき、最後もマタイス選手がダブルキルで抑えてきました。さあ第5ラウンドチームローズワークス、抵抗するのは構わないが無駄ださあうまく人数有利や体力状況を生かしたリテイクとなっていきました。で、まあ、ローズワーク全体的に、まあ、ファーストラウンドでプッシュしたりとか、うん、まあ、先ほどもメインを、まあ、ロープで渡って音にバレないようにして、そうですね、入っていったことによって自分たちで流れを作っています。まあ、お互いの前に離婚を使わないという状況が続いていたので、はい、まあ、前刺さるかなというのもあって、そうですね。さあワイヤーは、あ、ナイフを破壊して、さあそしてお互いのジェットがブレードストームを切っている状況。さあ箱上設置抜かれないですね。さあ設置成功、あとは下がるだけ。しっかりと守るたびに壁とか、まあ、そうですね、壁2枚挟んでましたね、壁を。さあドローンでサイト中の索敵をしてリテイク開始でしょう。さあフラッシュで、さあソブリン選手がサイト中1人に耐える。さあもう一度フラッシュ、さあそこを抑えたマタイス選手。さあグレネードでタラシロ選手がベニ選手を抑えてきました。さあ人数状況4対4ですが、さあハンターズフィーリーも切って、さあエコラウンドながら、さあラウンド取れそうだチーム S。 さあエコラウンドでしたがチーム S うまく取ってきましたね。グレネードハンターズフューリーもうまくありましたので、そうですね、もうハンターズフューリーがあったので、うん、安い位置でもう設置したと全員でできるだけ下がって、うん、時間をかけさせるっていう方向にシフトしたのが、そうですね、いい影響を与えましたね。さあ第6ラウンド取ったチームエース、今度はバイラウンドですね、お互いバイラウンド。さあミッド出てきたところソブリン選手落とされて、そのカバーにはフェイン選手。
で、これおそらく。さあ、孤立していたタラシロ選手をロゼリアが落としてきました。さあ、ロゼリア、うまく立ち回っていけるか。さあ、クラ選手、ドローンで索敵を入れながら、さあ、フェイン選手もうまく入り、さあ、キルトレード発生して、人数状況、2対2の状況。さあ、ミッドからはベニー、さあ、スパイクの会場に当たるのはロゼリア。さあ、ミッドをカイン抑えた、ベニー。さあ、最後、ショーティーで、フェインが抑えて、ワンワン。さあ、最後、抑えたのはベニー。さあ、スパイクもハーフまで上がっているので、余裕でしょう。さあ、第7ラウンドを取っていったのは、ローズワックス。まあ、ベニー選手、てかまあ、エース側がミッドからミッドを初めに主軸にして進んでくるっていうのが結構初めてだったので、すぐさまベニー選手 A サイト挟まれないためにバイパースピットを切ったりしたんですけども、ただまあここでしっかりとそのまあ A サイトでウルトを使うっていうのを共有していたので、 B メインを先に進んでエリアを保持してよくロズワックスがエリアを取れてたので、人数をしっかりと茶筅を揃えて2人で打ち合ったりっていうの動きがうまくできましたね。そうですね。さあ、ロゼリアのオペレーターが出てきたところで、さあ A サイトでしたが、さあ B 人数少ないだろうということで、そのままスパイクの設置。さあ、武器不利の状況、チーム S いかにラウンドを取っていくか。さあ、手前が完全にハンターズフューリーを、うん、エースにロックダウンに合わせて打つっていうのを決めて、あ、ショットホッチ、ショックダーツ、これイエロー側ですね。さあ、うまく刺さるか。さあ、そこにはソーブリン選手いたが、うまく刺さらない。さあ、その間にワット選手が神谷 GK を落として、さあ、ハンターズフューリーを切ったところ、さあ、ベニーがソーブリンを落として、さあ、オペレーターのロゼリアも続く。最後はロゼリア。さあ、ロックダウンあったんですけど、ハンターズフューリーでうまく壊して、リテイク成功です。そうですね、やっぱりハンターっていうか、まあ、ロックダウンがあるっていうのは、もうすごく、ものすごく、守り側としては嫌な状況ではあるので、それを絶対に壊すぞっていうのも、意味を持ってずっと保持していましたけども、使ったらすぐ壊すっていうのが、まあ、できましたね。さあ、またしてもロゼリアのオペレーターは A サイト、そしてチームエースは B サイト展開ですね。さあ、ベニーが一人確認して、さあ、そこ出てきたところ、フェイン、タラシロダブルキルで抑えていったベニー。さあ、リザレクションでフェインが起こされます。さあ、ベニーは体力状況58。さあ、そこに合流したのはワット。さあ、一人見えたところ、神谷 JK が打ち合いには勝っていました。そうですね、ローズ側としてはずっとバイパーの存在が見えてなかったので、うん、ラッキーをしてたんですけど、最後に見えたので、さあ、わずかな隙間、ね、そうですね、さあ、わずかな隙間はベニーが覗いていたんですけれども、これフェイン見えたか。さあ、ショットトガンでしたが、フェインがうまく抑えていきました。そこのカバーにはマタイス。さあ、バイパーズピットの中をドローンで索敵していき、イエロー側では2人が集めていくところ、マタイス、トリプルキル。さあ、残る1人の神谷 GK、離婚に移ったところ、最後もマタイス選手が抑えてきました。しかも、プレートも回収しましたね。はい、うん。バイパーズピット、放たれた状況でしたが、うまく、あれでしたね、ドローンで外に出して、キルにつなげていきましたね。そうですね、あとはまあ、ロングに引いてもギリギリ、バイパーズピットが、うん、まあ、保たれるっていうような位置で、そうですね。なので、余計に引いてはいったんですけど、うん、まあ、手前からゆっくりとしっかりと、はい。クリアすることによって、はい、バイパーズピットを無効化っていうか、まあ、に対しても、まあ、うまく、立ち回りができましたね。そうですね。
またしてもロゼリアのオペレーターは A サイト、チームエースは5人で固まって B サイト進行。さあ、イエロー側にリコン打ってベニーが移って引くところをフェインがブレードストームで抑えていきました。さあ、そのまま設置でフェインが CT 側で。さあ、行きますが、オペレーターの車線。さあ、一旦は行くか。さあ、ロゼリア、ミッドからオペレーターの車線を通しますが、バリアがありますので、かなり厳しい状況。さあ、神谷 GK 手前まで張り付いたところ。さあ、カインがロゼリアをマーシャルで落としました。さあ、ソブリンがうまくつって、神谷 GK の、つなげていきたいですが、またいっす。一人落としましたが、そのカバーにはソブリン。さあ、残る一人、ワット。さあ、スリフティ、タラシロが最後はワット落として、さあ、スリフティで第10ラウンド、チームエースが取っていく状況となりました。B ロングで、まあ、先ほどベニーが2キロ取ってっていうのもあったので、うん、今回も強気に打ち合いをしたんですけど、そうですね、まあ、勢いでフェインも進んでいたので、うん、下がりきれず落とされてしまい、その設置をされて、設置されてとか、まあ、CT まで。エリアを広げられたがゆえに縦のラインがきれいに使える設置を通して広く、まあエースがエリアを取っていきますね。今回ロゼリアのオペレーターは B に移動しましたね。それを感づいてかチームエース A 攻めですね。さあドローンからさあ手前ベニー頭見えなかったか。いかなかった。そうですね。さあフェインがクラを落としてさあサイト中入っていったところフェインもう一人落としていきます。逆にお互い見えてなかったので、これはベニーうまく立ち回れている。さあベニーが動いてダブルキル。さあそこのカバーには神谷 GK。 さあこれスパイクの設置まではいけそうですね。でも設置場所が割れたので、そうですね、ロックダウンからのリテイク開始。さあタラシロは裏から間に合えばいいのですが、ロックダウンで時間も、そうですね。さあまず一人は拘束して、さあロゼリアオペレーターからバンダルに交換。さあ借りに行ったところをワットフェインに落とされます。さあロゼリアその返しフェインに落として、さあタラシロ前に張り付いている。さあ最後落としたのは神谷 GK、ベルトからの射線でした。前半最終ラウンド。いいタイミングに、まあ、ラークを通しましたね。で最後まで。キリエス結構最後にちゃんと生き残ってボムを使ってみたいな感じの立ち回りが多いので。そうですね。ロックダウンに合わせてうまくラークを通しましたね。でちょうどパレットも途中で壊されていたであったり解消してたのかな、ちょっとごめんなさい。わかんないんですけど、まあそこで楽っていうの存在が気づけなかったかと思うんですけど、はい、さあ B サイトロゼリアがブレードストームで一人で手前を守っていきます。さあ神谷 GK 手前気づかれましたが、さあ体力お互いに削って引く形。こうやって引けるのがやっぱり Z のまあブリンクブリンクですね。さあカインツの設置によりハンターズフューリーが上がったか。さあロゼリア武器苦しい。さあ雪だるま側ではクラ、さあそこに続いてワットベニーと続きました。さあ4人削って最後ベニーがロング側のさあ落としていき最終ラウンドを取っていったのはチームローズワークス。そうですね、今だけよくあれかな、クラ選手かな、はい、うんうん、カバーラインを初めに打ち合った人間に出てきたカバーラインをしっかりと2人とも落としてみたいな。そうですね、はい、まあ、そこでリテイクのしやすさっていうのが段違いになってしまったかなと、まあ、勢いが
余計に強くなってしまったなっていうような感じで。そうですね、クラ選手のダブルキルから一気にもう2人持っていって、こう A プッシュ、おっとバリアオーブ使ってベルト側に上がってきましたが、そこを抑えていったロゼリア、そのカバーにはソブリン選手のダブルキル、続いてカインも落としていきますが、マタイスのカバーによって人数状況3対2の状況ですが、マタイス体力かなり削られて持続を、さあベルト上のソブリンはワットが落として、さあ体力の少ないマタイスは神愛 JK に落とされてしまいます。またこのミッド通ることによってタレット反応する、そうですね、タレット反応して、さあここでももう一回反応しますね。さあ窓側開いているところ、さあこれ2人固まってリテイクですね。さあ雪だるま側設置、さあある程度ピンを刺して予測をしていきますが、まだカーテンをずっと温存していたおかげで、これそうですね、有利に会場行けますね。さあ位置気づいている、さあ神谷 JK 最後落としてきました。時はできましたね。そうですね、さあ後半ファーストラウンドを取っていったのはチーム S。 さあカーテン残しておいたことによってうまくスパイクの解除まで来ましたね。ちょっと初めに手前のケアから始まって、うん、まあ、設置音的にはもう B ロングには戻らないだろう。そう、 CT に登るか、うん、まあ、キッチンの方に向かうかですけど、まあ、キッチンの方は壁で、せいで。で、CT 側はもう2人で、うん、ピークをすればいいっていうのもあって、2人でしっかりと動きて、キルを取れません、ね。さあ、後半セカンドラウンド、チームローズワークス、B を上がっていきますね。さあ手前のアランボット、そこでまず気づくか神谷 GK。 さあアランボット反応、さあカーテンから、さあナイフでイエロー側のケアをして人数がいないことを把握、そのままサイトの中に入っていくロゼリア。さあロゼリアミッド1人見えたところ、神谷 GK の手前に気づけるか。さあスティンガーでロゼリアを落としてきました。まあただ今ラークにいるこのクラス選手、そうですね、もうサイト中入って足音気になる、多分サイト入ってるので、おっと引くところ、フェインが雪だるまか側からベンニーを落としてきました。さあソブリンがミッド上がって、さあ落としたが、ダイスが落としましたが、そのカバには神谷 GK、 さあスパイクが落としてしまった。さあ体力の少ないワット、タラシロがもう一人抑えていき、さあ残る一人ラークをしていたクラ選手、さあかなり厳しい、さあ2、3段組まれてます、いやタレット合わせて4段ですね。さすがに4段構えは厳しい。さあ3、いや日本練習ですね、ローズワックス、あチームエースですね。さあチームエースが後半セカンドラウンドを取ったことにより、ですがローズワークスも少し培養していたのでハーフアーマー混じりですね。さあロゼリア早いミッドの展開、さあチームローズワークスとしては5人でミッド展開を行っていく。さあ1人見えたところ、まあただローズワークスこれ B ロング取られてるのをちょっと設置したとか難しいかもしれません ね、 それを加味、イエローロング取られてますから、ね、そうですね、それを加味してか雪だるま側を先に潰したところ、さあミッドではベニー、さあそこに繋がってクラ、さあ神谷 GK も一人落としますが、そこを削られていきました。さあ残るはソブリン、ワット見えたか、
さあ最後はワットが抑えてきました。さあ武器売り状況、一人落としてのローズワークスがと、第15ラウンド取っていきました。イエロー側と B ロング側取られていたので、早めに雪だるま側潰そうということで、そうですね、B 面を捨ててじゃあ他のエリア取らなきゃいけないよねっていうので攻めたんですけど、さあ続いてお互いに広がった配置、チームエースは3人で A サイトを守るで、ローズワークスとしては1人ワット選手だけを B サイトに残して、その他は4人で A サイトを進行していく。さあナイフで通り移ったかな、フィン選手。さあドローンでサイト中を確認して、さあチームエースも前まで取ってるんですけど、ロングもアクションかけてっていうのタイミングで、そうですね。さあそこをソブリン選手、神谷 GK もさあミッド B サイトラックをしていたワット選手を神谷 GK が落としていきました。まあただこうやってベン選手がずっと B ロング一緒に、まあだいぶ後ろ目ではありましたけど、そうですね、見てるおかげもあってアクションをかけて、まあ、A から B に引き剥がすっていうの動き。さあミッド出てきているのは原城選手。さあこの一人孤立したベニ選手を狩ろうという、さあこれ後ろの原城選手には気づけないでしょう。まあでもおそらくこれ前目に詰めて一人か二人を持っていて、ず、うん、水プリを、そうですね、削りたいところですね。さあそこ残るマタイス、さすがに厳しいか。さあ4人タイミングでしっかりとリードしましたね、はい、うん、ヘブン側からと CT 側から。さあ第16ラウンドを取っていったのはチームエース、日本様までこぎつけましたねそれで今ちょっと何ラウンドかなんですけど、うん、全体的にローズワークス、うん、ファーストブラッドであったり、まあどこかしらのプッシュを受けてエリアの制限をされてる、はい、まあ、特にミッドからの抜けであったりとか、はいはい、まあ、A がないとき B っていうのを、まあ、しっかりとラークであったり、まあ、1人か2人残して1人は行ってるんですけど、うん、それをエースがもういいタイムでピークするので、そこでちょっとそうですね、フリを作られてるっていうのがちょっと印象強いですね。さあ今回もチームエース、あ、チームローズワークスですね、1人がミッド、1人は A サイトでラークを通している。注意して、ここですよね、ここを狩られてファーストブラッドを取られてみたいな。そうですね。さあミッドタレットの反応があって、さあスパイクはまだミッドに置いているのでさあ B サイトは引き目の配置、 A サイトは A メインを取得している状況。さあスパイクを回収して B サイトの設置に行きたいところ、神谷 GK 雪だるま川河原ダブルキルと家庭で抜いて、そうですね、重なっ、若干重なっていた。さあサイト中、ま、残っていたマタイスがタラシロを抑えて、雪だるま側に残っていた神谷 GK もロゼリアが落としていきました。さあスパイクの、はい、大きなこれ今ミッド取ってることなんですよね。で、裏もそうです、気づいてますね。そうですね、マタイスのさあヌルコマンド発動した状態だですので、アビリティが使えない状況。さあ雪だるま側のカインをロゼリアが落として、さあリザレクション、
人数よりにはなりますけど、どちらの場所が分かってるので、そうですね。さあ、タレット反応。さあ、残るワンオーツ。さあ、体力が少ないロゼリア。さあ、そこを抑えていったのはチーム S。さあ、うまくリザレクションで人数状況を同じにして、リテイクに持っていきました。うまく取り返しましたね。ロゼリアも体力が少なかったですからね。そう、全体的にもう最後居場所を全員が分かっ知られ相手に知られているような状況であっても、もううまく奪回していきましたね。そうですね。さあ、チームローズワークス、エコラウンド、ワットだけバンダルですね。ハーフアーマーバンダル。そしてロゼリアはブレードストーム。さあ、ブラインド中のところロゼリアが神合い GK を落としていきました。しっかり警戒できてましたね。そうですね、箱上でしたね。さあ、ドローンで索敵2人見えましたね。確かに全体的に裏から物色するっていうのは多かったので、うん、さあ、サイト中のソブリン、まずはマタイスを落として、さあ2人持っていくか。さあ、カインズがそのカバーに入りました。さあ、ロゼリアも落としてカインダブルキル。さあ、ワットクラを落として、さあ、最後もカイントリプルキルでラウンド取得に持っていきました。チーム S、 そう、早めにリテイクをすることってうまく設置をさせずに、うん、そうですね、相手がエコラウンドでロックダウンも上がっていたので、取り返し、まあ、うまく取りましたね。そうですね。さあ、続いてチーム、チームローズワークスは5人固まってミッド展開。初めて見せるかなと思うので、そうですね、チームエースがどこまで対応できるか。さあ、ミッドタラシロがオーディンでダブルキル。さあ、そこを抑えたのはクラ。さあ、ですが2人持っていかれたのがかなり痛い状況。もう上、コントロ、なんだろう、トンネル、トンネル上、あ、チューブ上か、チューブ上乗ってって警戒できると、はい、ブラインドしながら、うん、そうですね、しっかり合い回して、まあ、で、ハンターズフューリー、打ち合えるのはやっぱりオーディンの強みかな。ね、ですね。さあ、人数状況4対3。雪だるま側設置で、チームローズワークスも3人固まって、雪だるま側に。広く圧倒的にエリアを取れてるんですけど、エース側。ね。さあ、ソブリン、ワット、キルトレードが発生して、さあ、バリアオーブで、さあ、ロックダウンとハンターズフューリー、ハーフまでは上げれました。さあ、このまま通されるんじゃないか、ガチ会場。さあ、ガチ解除が通った。さあ、クラ。そうですね、ハンターロックダウンを切ったとしても、はい、あのタイミングでずっと、そうですね、解除すれば間に合うので、1回外して、1回外してとか、まあ、体力のある人間が、1回食らってハーフまで上げて、うん、また別の体力ある人間が、2発目を食らう3発目だけの状況になれば、解除さえ通せれば。ね、うん。の状況でしたからね。うまく冷静になって解除を通しましたね。さあ、次のラウンドはお互いにまた広がった配置。さあ、フェインがオペレーターを出しました。さあ、ロゼリアが見えて一発は外したんですけれども、さあ、もう一度サイト中入る時のチャンスが、オペレーターが見えたので、もうおそらくこれはもう B、うんでしょうね。さあ、ベニーミッド上がっていったところ、タラシロが確認しに来たんですが、そこを抑えてきました。さあ、手前では神谷 GK がワットに落とされて、 A サイトではソブリンがオーブ回収に来ていたところ、ロゼリアが落としましたが、 A サイト中入ってきたところはカインがうまく抑えていきました。エースがミッドが落とされてしまったので、じゃあメインを取ろうっていうのをお互い A サイトも B サイトも同じ動きをして、で、どちらも警戒をしていたというようなタイミングだったので、さあ、残るはフェインのオペレーター。さ
さあ、ベニがジャンピークでうまく釣って、後ろからは2人、クラとワット。さあ、こただれね、は絶そうです対に落とね。すぞっていうか、まあ、オペを落とさせるというような、これをは持ち帰るの感じはでしょう厳ね。しいですね。さあ、同点まで持ってきました、ローズワックス。ローズワークス、本当にうまく動きましたね。相手がそうですね。情報を取りたいタイミングでしっかりと待っていたので、そこで大きく、まあ、同じタイミングに出てきたことによって、大きく情報を取って有利に、人数有利を広げましたね。さあ、チームエースはハンターズフューリー以外のアルティメットが上がっている状況。対して、チームローズワークス、バイパーズピットのみですね。そうですね、ハンターズフューリー、先ほどが、攻めが切ってしまう、そうでローすズワークね。切ってしまうと、ロックダウン刺さりますね、うまく。さあ、続いて、さあ、ソブリンのオペレーター、ロゼリアが落とされてしまいました。サイト中残る、そこのカバーに入ってきたタラシロですが、削られてしまった。さあ、うまくキルトレードを重ねていき、設置まで持っていって、そのままバイパーズピット。さあ、人数状況3対3の。さあ、ミッドからはフェインのブレードストーム。さあ、ナイフを自分たちの手前に置いて、さあ、これ重なったところ、ベニーが抑えていきました。さあ、中に入っていったところも、クラがうまく抑えて、さあ、最後の一人、神谷 GK も落としていき、さあ、第21ラウンド、ローズワークスがうまく取っていきました。それバイパーズピット内でうまくというか、まあ、入った瞬間に倒せるように少し隙間を空けて、で、入っ、まあ、うまく本当にリテイクを止めましたね。で、あと、もう初手で、エース側のタラシオ選手とソブリン選手の強いアビリティを、まあ、アルティメットアビリティを持った2人を落とせたっていうのも、このラウンド取得に大きな要因になってますね。さあ、チームエース、ミッドも A サイトも上がっている状況。もうこれ、もうロックダウンを相手に使わせようっていうような意味合いですかね。もう前で止めれるのは前で止めて、手前で使わせて、あとまあ、B であればサイトに入るタイミングで使わせてっていうようなイメージですかね。さあ、フェインがカーテンのところをうまく抜けてきたところですが、イエロー側からベニが抑えました。ただこれ設置する前にサイトなんか完全取り切ったな、これ。すごい大きい情報ですね。あと、ロックダウンを持ったタラシロが抑えられてしまった。さあ、マタイス、ロゼリアと続いて、最後、ミッドからの神谷 GK。さあ、ロゼリアが強気に勝負してきたところ、神谷 GK が抑えて、もう一人持っていった。さあ、ミッドから最後はワットが抑えました。さあ、マッチポイント、ローズワークスが、取っていきましたね。さあ、タイムアウトを切ったのはチームエース。さあ、次のラウンド、リザレクションとロックダウンをどこで使うか。ですね、今はもう全体的にチームエース、それと今さっきのラウンドであれば A にかけて、もう正面から当たろうっていうのを3段で言ったんですけれども、さっきから1人に残したり2人を残してっていうの動き、まあ212 A と B で2でミッド1みたいな展開が多かったりはするんですけど、 A サイトにまあ、ローズワークス側の振りがうまくて、A サイトに振ってから、最後に残った B に1人だけを買っここだよ。て設置をするみたいなタイミングがよく今見られてるので、そこら辺を今、共有しながら対策をしていますかね。ちょっと今、ローズワークスがうまく攻めが展開しているので、そうですね。かなりテンポのいい攻めが続いていますね。どちら、どっちが本陣かっていうのをしっかりと見極めてっていうのを、
さあ、チームエース、配置が少し変わって、さあ、リコンボルトに移ったバット。さあ、ローズワークスも、212の配置。さあ、ミッドでは、タラシロのオーディン。さあ、一度外して、さあ、オーブを回収したのは、アラシロ。あ、失礼しました。バットですね。さあ、ロゼリアは攻めオペレーターで A サイトを除きます。さあ、そのまま本体と合流して A サイト進行になっていきそうですね。さあ、ミッド早めに上がってきたのはタラシロ選手。さあ、裏はガジェット系を何も置いていないので。そうです、もうサイトを取り切って、うん。中で守って、最後は決め切ろうっていうような感じですかね。さあ、ソブリン選手がスパイクの音を嗅ぎつけて、さあ、このまで、ままあ、5人全員よ、うシェーフ、ウルト切ん。りますね。そうですね。さあ、これでロックダウンとリザレクションが使えない状況になっていきました。チームエース。でも、これを全て待ってから行くと、ま、時間がもうないので、そうですね。少しずつ。さあ、ロックダウンからのリテイク開始。さあ、リコンボルドに2人移った。壊されてしまったロックダウン。壊されましたね。さあ、そのままチームエース3人落として、さあ、リザレクションで起きたところ、さあ、ワットも玉関与当落たっとした。てロックダウン。おっと、解除取った。勝ち返し通りましたね。ギリギ通リりま壁したね。ギリギリで通っちゃいましたね。抜けなくて。そうですね。壁あって、全員がロックダウンでメイン側に引いていたので。アップダウン、アップドラフト、ブリンクで前に出たんですけど、間に合そうわですず。ね。ギリギリ間に合わなかった。うまく解除う通し切りましたん。ね。そうですね。そしまあ、て、ロックダウンなど、アルティメットかなりあれですね。吐かせましたね。そうですね。でも、やはり、一応、タイムアウト前にも言ったんですけど、結構、ワンギル。と、出てきたところ、ソブリンが落として、さあ、残る一人、ベニーを落としたいところですが。ただこれもう B プッシュしたので、うん。ローズワークスが B 展開しづらいですね。おっと、ミッド構えていたオーディンですが、タラシロ、ベニーに落とされてしまいます。ただこうやってお互いキル上位が落ちた状況にはなってしまうので、もう体でうん。エリアを取らないといけないが。さあ、このバリアオーブが手前にいるのではないかと。で、さあ、オイペサレーターも。10個見えたか？見えましたね。さあ、そこ、勝負、勝ったのはカイン。ただ、ローズワークス、いつも、キルジョイ、B うにん。何かしらアビリティ置いてるよねっていうのもあって、はい。A で次の動きで、うん。B 進んでいってますね。そうですね。ただ、もう人数状況あ有と利は3エース秒なのです。で、これ、中で戦う可能性ありますそうね。ですね。ハンターズフューリーも残っているので、設置は止めれますね。さあ、まず1回設置止めますが、さあ、ミッただドこではの松間に林選手。状況を有利にしようと動きましたうカバーん。で。さあ、残るカイン、バーンオンツー。さあ、イエローとメイン側。これサイトなんか入らないと見えなそういんじですよね。ですが、先に削りに行くか、カイン。ゃない。ワンワン。さあ、ですが、まだ、クラの位置には気づいてない。さあ、このリコンで。だーっと、体力が少ないところ、うまくクラが抑えていき、ラインマップ、アイスボックスを取っていったのは、チームローズワークス。